シリーン地図グーグルマップ萩城石萩城は山口県萩市にあった日本の城である。別名、静城城。城石は国の史跡に指定されている。天守明治初期関ヶ原の戦いに西軍の総大将に就いたことにより巣王国、長渡国の二カ国に減宝された毛利氏が広島城に代わる新たな居城として慶長9年に築いた城。 観光は、慶長13年だが、築城者である、毛利輝元は、慶長9年12月に未完成のまま入場していた。木山の山麓にある平城と山頂にある山城で構成されている。本丸の御殿は、藩主巨漢と成長を兼ねており、250年余りの間、 長州藩の拠点であったが、明治7年前年に発布された廃城令により倉など他の建物と共に破却され、石垣や堀の実が現存している。現存していた頃の姿は、解体前に撮影された古写真で見ることができる。現在、二の丸土塀や三の丸荘門など一部は復元されている。さらには、 発却された天守など建物の復元を行う動きもあるが、財源の問題で難しくなっている。現在、城石は、雫公園として整備され、二の丸入り口近くに、旧浅森利家萩屋敷長屋が現存し、松下村塾や侍屋敷などとともに、萩市の観光名所となっている。毛利てる元左上の海に突き出した山が、萩城のある、雫さん。 萩の城下町は東西を川に挟まれた三角州城に形成されている。1976年、毛利輝元は萩、山口、豊富の三カ所を追記候補地とし、最終には幕府の指示で萩に決定した。一般的には、これは戸山大名のオスである毛利氏を山陰の壁園地に押し込める意図が幕府にあり、毛利氏の本命候補地は、 山口であったとも言われている。しかし、幕末に山口渡る鎮を行った毛利高近は、萩城は、た大名と戦う場所としては、優れた継承の地と表現するなど、先祖代々の重要な場所と認識しており、萩への築城は、毛利氏の不本意だったという見方には、根拠がないとする見解もある。三角州に築城されたため、三方を海に囲まれている。 日本海に張り出した、鈴木山山頂の爪丸と、その山麓にはしご角式に、本丸、二の丸、三の丸を廃止三重の堀を巡らした、平山城であった。吉田軍、山城などの中世山城に見られる、山麓の館と山頂の砦出という形態を、近世の最新追記術で再現したような城で、広島城を失った、毛利輝元が、排水の陣で築いた城として、 テルモトの追記理念が最もよく示されているとされる。厳密には山頂の爪丸も本丸と二の丸で構成されており、山麓の城とは独立したものであるため、平山城ではなく、平城と山城であるとする見解がある。また、海に突出しているため、海城であるという見方もある。さ山を背後にした本丸五殿を中心に、 広さは、東西、約200メートル、南北約145メートルに及ぶ。正面となる南側には、本丸門と極楽橋を設け、二の丸との間には幅20軒の内堀、石垣を巡らせていた。明治12年に、豊か栄神社、野田神社を分社した志、月山の神社が建てられたほか、明治20年には、藩主別邸の花江御殿から茶室。 花江茶亭も移築された。現在では、木公園を成しており、その他の旧跡として、成しはけ茶室、旧福原家書院、万歳鏡などがある。天守、編集天守明治時代 T 本丸 n 二の丸、s 三の丸一から二つ目丸萩城の天守は五層五階の複合式防老型で、高さは約二十一メートルであった。外壁は白漆喰の総のり込めで、 窓は銅板を張った突き上げ戸を備える。明和5年の修理では赤瓦に吹き替えられた。また、高さ6件、約11メートルの天守台は、非常に勾配の緩やかな裾から上に行くに従って、急勾配に立ち上がっている。これは、城の築かれた土地である三角州の地盤の強度を補うため、底面を広げることで荷重を分散させる工夫である。 静山山六の本丸南西部に据えられた天守は、城外からは見えなかったため、安土桃山時代以降の多くの近代城郭が、持っていたとされる城主の支配力を誇示するという、役割は期待できなかったと思われる。各界、編集東西は桁行き、南北は張り間。間は柱割りであり、寸法ではない。重数は、五天守の図、記載の名称。括弧内は、 萩城絵図記載の名称。付けや倉付けや倉は、天守と前と天守府天の長屋に分かれていた。と前の北西に月天の長屋が付属する構造が、五天守の図に描かれている。平ら倉であるが、内部には、中二階があり、天守大下にあたる付けや倉一階から中二階を経て、天守に入る構造となっていた。八重東西十一軒。 南北9軒。萩町絵図によれば、壺数99壺とある。天守台から外に半減ほど張り出している、張り出し構造で、張り出し部の床下は石落としに利用された。三社には6部屋あったが、胸の敷居が敷かれるのみであった。二重東西10軒、南北8軒。構造、仕様は、初茂とほぼ同じである。三重東西6軒、南北5軒。 東西面に2軒3軒の小屋の間、南北面に島1軒の入もやハフデ窓の張り出しがある。三車には薄べりの畳が敷かれ、南側に床の間と上段があり、建具は障子とはめ殺しの格子が建てられていた。よえ、東西6軒、南北5軒、南北面に2軒1軒半の小屋の間がある。構造は30目とほぼ同じであるが、50東西3軒、 南北三軒。ただし、南北は19尺五寸、東西は22尺五寸である。外めぐる円光乱をつけ、南北面に、中央開口部の両脇に二つずつ、東西面中央に一つずつの下等窓型の出入り口があった。二の丸東側の潮入り門跡と、十願土米本丸としずき山を囲むように作られた車。十二基の矢倉。 三十四の井戸、倉本役所、寺社、六代藩主、毛利宗広により東園と名付けられた、海遊式庭園などがあった。南側と東側にそれぞれないマス型ここ城門があり、大手門である南門は、ここを内部に突き出た石垣を設けて、この地型とする構造となっており、東門は土門、内門に加えて二つの矢倉が設けられていた。また、菊が、 浜の方に面した東側には、渡り櫓門式の塩入門やいくつかの渦見門があった。いずれもの門も、石垣のみが現存し、豪雨被害の修復は行われたが、復元はされていない。ただし、塩入門の南側には四角い縦眼のある土塀が、昭和40年に復元されている。地続きとなっている。 二の丸南側は幅十六軒の中堀で囲まれていたが、大正十五年に主月川が作られた時に埋め立てられている。北の草門と外堀及び船着き場重心の居住区となっていた車、朝毛都市への萩屋敷も建てられている。三の丸から城下町に出入りする草門は北、中、南の三つがあった。南は平安伊西への草門と呼ばれ、 外堀にかけられた玄武岩製の石橋、平安京が現存している。また、平成16年には北の草門が復元され、草門脇の土類、船き城、土付月戸橋なども整備された。一方、木内と場外を隔てる幅20軒の外堀は、元那8年に完成したとされる。しかし、 東側の城下町の発展に伴って法理が埋められていき、原文4年には幅8県になった。現在では、外堀より内側の地区が堀内と呼ばれており、昭和51年に堀内地区の内約77ヘクタールが重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。海岸から見た、静木さん、月山さんの山頂に設けられた爪の城。 城跡の案内板では、萩城要外跡とも表記されている。石垣と土塀で囲まれた本格的な城郭で、東側の上段を本丸、西側の下段を二の丸として、石垣と塀で仕切られていた両者の間は、胸角で繋がれていた。二の丸の南側に、増型湖口と矢倉門による表門があり、本丸東側に、裏門として、渦見門がある。 爪丸には現存する建物はなく、天守があったという記録もないが、二の丸には海と陸を監視する万兵たちが詰める番所といこやが、本丸には藩主のための茶屋があったとされる。また、門屋倉以外に7基の屋倉が建てられていた。屋倉には万が一牢上するときために武器が備えられていた。なお、山頂には井戸がないので水たまりがあり、昭和40年に、 土塀の一部とともに復元整備された。石垣とする石を切り出した石切り場も残されている。阿武川下流の松本川と橋本川に囲まれた三角州の北西端ある標高143メートルの山。岩層は河口岩で萩城の石垣にも用いられた。木内の山として長く人手が入らなかったため、椎の木、タブの木、黒金持ち、カゴの木、イスの木、クスの木が 混成する団地制原生林となっており、昭和46年に国の天然記念物に指定された。推定樹齢600年以上の老樹もある。また、サザンカオガタマの木かかつがゆが実生しているほか、ミカドアゲハの中国地方唯一の生息地でもある。コロウ大使事件とは、熊谷原直は、増田元章と共に、追記総裁に任じられていたが、 慶長10年3月14日に、天野元信の,の者が事前に運び入れていた五郎大使の盗難が発生する。天野方は、増田方の者3人を盗人として捕らえ、増田家の不審奉行として、肝入りを務めていた栗山金成のもとに訴えた。栗山はことを大きくせずに解決しようと努めたが、天野方は、増田方の妊婦70人が加担した大規模な盗みであると主張し、 全々夜も20人が盗みに加わったとして、合計2000カの五郎大使の弁償を要求する。全々夜の盗みについては、証拠がないために、栗山は、その要求を拒否した。そこで、熊谷家の肝入りである、生駒三サブロベが調停しようとするも失敗する。熊谷側は、天の方に味方したとされ、天の方は、以後の対応でも強行路線を崩さなかった。 両者の対立が激しくなったため、新次正啓、宍戸影義、柳沢圭介らが、相次いで仲裁に乗り出し、やがて1700課の弁償を提案するが、天の方は工事遅延を理由に、即日に1000課の弁償を求めて譲らなかった。ついに、増田側は盗人である家人3人を残暑に処するが、天の方は納得せずに奉行所に訴えを起こした。この訴えにより、 東門の不審が中断しただけでなく、二大将軍となった徳川秀忠を祝うための毛利照本の上落まで遅れた。照本はおじ、毛利元西にことを託して4月に出発した。築城作業の遅延が江戸幕府の不況を買うことを恐れた照本は、6月下旬に萩に帰城して玄西の報告を受けた後、熊谷玄直、天の元のブラを罪に定め、7月2日に、 熊谷、天野の屋敷に軍勢を送った。両者に自害を求めたが二人とも拒否したために斬首したとされる。なお、同年12月に照元は、家臣団の動揺を抑えるべく、福原博都氏以下の家臣819名の伝書記章を出させている。ありがとうございます。